パリオリンピック2024卓球女子団体準決勝、大会14日目イコール日本時間9日、パリ南アリーナ、卓球女子団体準決勝では日本がドイツを下し、2大会連続の決勝進出が決定しました。試合後、張本美和選手は、1試合目負けてしまって、すぐに切り替えることはできなかったんですけど、先輩方の平野選手や早田選手が声をかけてくださって、 切り替えることができた、とチームメイトの支え合っての勝利だと振り返り、平野美宇選手は中国との決勝に向けて、私たちは思い切って向かっていく立場。三人で力を合わせて決勝も頑張っていきたい、と意気込み。平野選手は大会向けて前髪を切ったということですが、その伸び具合については、計算通り、と話しました。